相互接続を保証する Wi-Fi。 おはようございます、マサルです。今回は Wi-Fi について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してみてください。 IT パスポート平成30年春、問い88、IEEE802.11 伝送規格を使用した異なるメーカーの無線 LAN 製品同士で相互接続性が保証されていることを示すブランド名はどれか。 A. MVNO、 E. NFC、 U. Wi-Fi、 A. WPA2。 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は U の Wi-Fi です。それでは解説していきます。Wi-Fi とは IEEE802.11 伝送規格を使用した異なるメーカーの無線 LAN 製品同士で相互接続性が保証されていることを示すブランド名のことなんですが、この説明だけだとちょっとよくわからないですよね。この説明を理解するには無線 LAN の歴史的背景がわかると理解しやすくなります。その昔、無線通信の技術ができたばかりの頃、各メーカーはそれぞれ独自の無線通信の規格を利用していました。それぞれ独自の規格を使っていたので、この機器とこの機器は別の規格なので無線通信ができない、そのようなトラブルが起こりやすい状況でした。そこで過去動画で勉強した標準化が行われました。 IEEE という標準化団体が無線通信の規格は IEEE802.11 にのっとってやりましょうというように規格を定めました。その結果、 IEEE802.11 という規格で無線通信をする機器同士は問題なく無線通信をすることができるようになりました。 IEEE802.11 規格を使用している機器には Wi-Fi というブランド名が与えられて、 Wi-Fi のブランドがある機器同士では相互接続が保証されているので、ユーザーは無線 LAN を使いやすくなりました。現在はほとんど全ての無線 LAN の通信が IEEE802.11 の規格を使用しているので、無線 LAN イコール Wi-Fi という認識を持つ方もいますが、本来は IEEE802.11 という規格を使用している機器に Wi-Fi というブランドが与えられて、その機器を使って無線 LAN が構築されています。では先ほどの問題を見直してみましょう。 IEEE802.11 伝送規格を使用した異なるメーカーの無線 LAN 製品同士で相互接続性が保証されていることを示すブランド名はどれか。正解は U の Wi-Fi ですね。それでは Wi-Fi に関する別の問題にも挑戦してみてください。 IT パスポート令和5年、問い65、 Wi-Fi のセキュリティ規格である WPA2 を用いて PC を無線 LAN ルーターと接続するときに設定する PSK の説明として適切なものはどれか。A. アクセスポイントへの接続を認証するときに用いる符号パスフレーズであり、この符号に基づいて接続する PC ごとに通信の暗号化に用いる鍵が生成される。 E. アクセスポイントへの接続を認証するときに用いる符号パスフレーズであり、この符号に基づいて接続する PC ごとにプライベート IP アドレスが割り当てられる。 U. 接続するアクセスポイントを識別するために用いる名前であり、この名前に基づいて接続する PC ごとに通信の暗号化に用いる鍵が生成される。A. 接続するアクセスポイントを識別するために用いる名前であり、この名前に基づいて接続する PC ごとにプライベート IP アドレスが割り当てられる。どれが正解でしょうか。それでは正解を発表します。正解は A. アクセスポイントへの接続を認証するときに用いられる符号が PSK です。この PSK に基づいて接続する PC ごとに通信の暗号化に用いる鍵が生成されます。この問題は WPA2 とか PSK という言葉が出てきて難しく感じる問題ですよね。一つずつ説明していきます。まずどうして無線 LAN にセキュリティが必要なのか、そこから話していきたいと思います。無線 LAN は電波を使って通信をします。電波を使うということは電波が届く範囲にデータが届いてしまうことになります。もし電波が届く範囲に悪意なる第三者がいた場合、情報を盗まれてしまう可能性があります。そこで無線 LAN ではデータを暗号化してデータのやり取りを行います。データを暗号化することで第三者にデータを載せた電波が届いたとしても、
第三者は暗号化されているデータを解読することができないので、安全に通信をすることができます。そしてここからが今回の問題の本題です。どのように暗号化するのか。無線 LAN ではいくつかの暗号化規格があります。代表的なものは WEP、WPA、WPA2、WPA3 です。現在主流で利用されているのは WPA2 と WPA3 です。なので WPA2 や WPA3 という言葉を見たら、無線通信を暗号化するための仕組みなんだなと思ってください。そして今回の問題では PSK という言葉も出てきましたね。 PSK はプレシェアードキー、事前共有鍵のことです。無線 LAN にアクセスするときに入力するパスフレーズです。パスフレーズとはパスワードのようなものだと思ってください。少し話が脱線しますが、パスフレーズとパスワードの違いは、パスフレーズの方が文字数が長いという特徴があります。一般的にパスワードが8文字程度なのに対し、パスフレーズは10文字以上です。話を戻して、よくカフェとかでフリー Wi-Fi を使おうとしたときに、 SSID はこれで、パスワードはこれですみたいな情報が壁に貼っていたりしますよね。パスフレーズという言葉は一般的ではないので、パスワードと書かれている場合が多いのですが、無線 LAN に接続するためのパスフレーズの情報が PSK です。接続したい SSID に対して正しいパスフレーズを入力できた人が正規のユーザーとして無線 LAN にアクセスできて、パスフレーズを知らない人は無線 LAN にアクセスすることができません。 PSK の場合は事前共有とあるように、事前にユーザーにパスフレーズの情報を通知しておく必要があります。少し技術的な話になりますが、このパスフレーズの情報をもとに暗号通信をするための鍵の情報を作っています。それでは問題を見直しましょう。 Wi-Fi のセキュリティ規格である WPA2 を用いて、 PC を無線 LAN ルーターと接続するときに設定する PSK の説明として適切なものはどれか。正解は A、 アクセスポイントへの接続を認証するときに用いる符号パスフレーズであり、この符号に基づいて接続する PC ごとに通信の暗号化に用いる鍵が生成される。こちらが正解選択肢です。それではここで少し休憩、無線 LAN に関するエピソードトークをしたいと思います。先ほど SSID という言葉が出てきたので、ここで補足をしたいと思います。 SSID というのは接続するアクセスポイントを識別するための名前です。皆さんもカフェのフリー Wi-Fi を利用しようとするときに、いろんな接続先が見えますよね。マクドナルドであればマクドナルドのフリー Wi-Fi の情報が見えたり、スターバックスであればスターバックスのフリー Wi-Fi が見えたり、駅であれば駅のフリー Wi-Fi の情報が見えたりします。利用者は SSID の情報を見て接続先を決めることができます。駅の無線 LAN に接続したい場合は、駅の SSID を指定して接続すれば良いということですね。なお、よく似た言葉で ESSID という言葉があります。ESSID と SSID は同じものだと思っていただいて OK です。厳密な違いとしては、 SSID というのは一つのアクセスポイント、 ESSID は複数のアクセスポイントという違いがあります。例えば駅のような広い敷地は一つのアクセスポイントでカバーすることができません。そこで複数のアクセスポイントを使って全体をカバーします。この時どのアクセスポイントに接続しても同じ SSID を利用できるようにしています。このように複数のアクセスポイントを設置したネットワークでも同じ SSID を使えるように拡張したものが ESSID です。 ESSID の E は Extended、 拡張という意味があるので、拡張された SSID という意味で捉えれば、言葉の意味からも想像することができますよね。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成30年春問い88、 IEEE802.11 伝送規格を使用した異なるメーカーの無線 LAN 製品同士で相互接続性が保証されていることを示すブランド名はどれか。正解は UNO Wi-Fi です。 Wi-Fi というブランドがあるもの同士は IEEE802.11 の規格を使って通信できることが保証されています。そしてもう一問、 IT パスポート令和5年問い65、 Wi-Fi のセキュリティ規格である WPA2 を用いて PC を無線 LAN ルーターと接続するときに設定する PSK の説明として適切なものはどれか。正解は A、 アクセスポイントへの接続を認証するときに用いるパスフレーズであり、
このパスフレーズに基づいて接続する PC ごとに通信の暗号化に用いる鍵が生成されます。無線 LAN の通信は電波を使うため必ず暗号化して通信する必要があります。暗号通信をするための暗号化規格はいくつかあります。現在は WPA2 と WPA3 が主流なので、この2つを覚えておきましょう。また PSK は正規のユーザーが無線 LAN にアクセスするためにパスフレーズを使って認証する仕組みです。 PSK は事前に共有する鍵なので、事前に正規のユーザーにパスフレーズを伝えておく必要があります。また PSK の情報をもとに暗号通信をするための鍵ができていることも知っておきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。現在のペースでいくと1月16日に5万人達成見込みです。達成かなり厳しくなっています。もしよろしければ IT パスポートを勉強している人にもこのチャンネルをおすすめしてもらえると嬉しいです。またチャンネル登録、高評価での応援もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。